で、今二液つけてる状態なんですけど、自然放置からの二液になります。で、シャンプーしてないんでこの後シャンプーはしますね。なんでね、パーマ自体が本当に楽というか、なんかパーマってすごいメニューの中でもちょっと面倒くさいなっていう感じもあるかもしれないですけど、僕結構パーマってカラーと確か変わらないぐらいメニュー的にはなんか楽勝のメニューというか、まあ髪質にもよりますけど、まあこういう通常のパーマであれば余裕というか早くできるんで、今開始して1時間でここなんですよ。で、パーマも終わるんで、だいたい約1時間ぐらいで巻いてから、終わる感じですね、時間で考えると。はい、で、あとカットする、カット、ドライカットで行くので1時間半で終わる感じですかね。カットはそんな多分時間かかんないんで、約時間では1時間半というような感じになります、ね、で、早ければいいっていう問題でもなく、でも早くやりながらもしっかり髪の必要なところに必要な薬剤を浸透させて、やっていければかなと思うのと、あんまり時間をかけてると結局の話パーマの一材っていうのが毛髪に残ってますから、早くやってあげた方がいいこともあるんですね。なので、そこは時短、あと時短のポイントとしてはやっぱり時間単価を上げるってことですね。美容師のゴールって時間単価を上げることも一つのゴールだと思うんで、時間単価を上げる。で、やっぱりこの正直な話、僕もそのこの地域で、まあ今札幌の小谷という場所なんですが、ちょっと札幌の場所よりも少し郊外になります。なのでやっぱりその単価を上げていくっていうのもかなりやっぱお客さんの、まあ、自分の自信がないっていうのもそうなんですけど、お客さんの負担もすごく大きくなってしまうんですね。で、今まで来てくれたお客様のこともありますし、まあ進展にあって単価を上げることも考えたんですけれども、だったら自分がそれだけ作業量を多くして時短をしながら単価を上げる、お客さんに負担をかけるんじゃなくて自分に負担がかかるかもしれないけど、そこで単価を上げるっていう、同じ2時間だったら2時間でもより意味のある2時間をお客さんと共有していければいいなって、そしてお客さんも無駄な時間を作らず、2時間なら2時間でパッと終わって、自分のプライベートのことに時間を使っていただければっていうことで、ウィンウィンの感じではないかなと、僕はまあそういうふうに考えるように今回変えましたので、よりスピードを重視にですね、やっていこうかなというふうに思っております。なのでなるべく、削減できるところは削減していきたいなっていうところもありますね。で、結構鬼のように二液は使うんですが、やっぱり二剤をしっかりつけていかないと、まあ僕はダメかなと思うんで、あとですね、まあ、これは講習会とかで、まあ機会があればちょっとお伝えしたいと思うんですが、まあこれはちょっとですね、まあ、ある二剤を促進させるものだったりします。だって本当に多分すごくシンプルな仕事だと思うんですね。時間早くやるってことはイコールシンプルな仕事じゃないと結構難しいんで、シンプルにやることによって下のスタッフ、それからアシスタントにも仕事を伝えることもできますし、シンプルだからこそちょっとした間違いも分かることができるし、そしてシンプルだからこそ必要なものが見えてくるんで、それをプラスすればいいだけだと思うんで、あまりごちゃごちゃしないで、なるべく単純そしてシンプルに仕事を進めていけた方が僕はいいかなというふうに最近思って、このような感じでチェンジリンスしながらこれからシャンプーをしていくんですけれども、はい、乳液を浸透させている状態で、シャンプーをしていきます。で、しっかりですね、このパーマの一液、このパーマの一液が毛髪の内部に入っております。そのパーマの一液を、しっかりですね、この二液によって、ちょっとこう反応をしっかりすると、はい、で、この状態からシャンプーをして、これからシャンプーをして、カットに入りたいと思います。